あ、ごめん、ちょっと踊らせて。ごめん、ごめん、もうダメだ。ドゥク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 、オルナミン水。うん、うん、オルナミン水。うん、ドゥクドゥク、オルナミン水。うん、うん、オルナミン水。うん、ドゥクドゥク、オルナミン水。うん、ドゥクドゥク、あ、これ、クラブスクラッチって、あの、本当の、あの、技ね。ドゥクドゥクドゥク、オルナミン水。思ってた以上にできなかった。いやー、まさかのだよ。今日の技術を見てすぐにこれを開けようと思ったら、平成が襲来するんだもんな。びっくりしたもんな。はい、皆さん、こんにちは。あの、豆電球をつけないと、眠れない男、一ノ瀬颯でございます。決まりました。あのね、真っ暗だとね、眠れないんですよね。さあ、今回紹介するのは、こちらでございます。デラックスビートレイズバックル、はい、対象年齢3歳以上。OK。恥ずかしい。さあ、こちらのビートレイズバックルは、今週の技術で、登場してきましたね。技術よりも先にナーゴが使ってきました。このデザインもまた異彩を放つな。これはあれかな、ボリュームかもしくはイコライザーのなんかエフェクトかな。で、肩にはスピーカー。で、口元の方にこれマイクがついてる。どっちが似合うかっていうと、やっぱナーゴの方が似合ってる。で、しかも今回は大型レイズバックル初の単体で音声が鳴ると、ついに来ましたよ。で、さらに今回これを買うと漏れなく、このナーゴのライダーコア ID がついてきます。では早速こちらを開けていく前に。あわ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 、オルナミン水。もういいよね。ふわー、オルナミン水セット。Get ready for 一ノ瀬 and オルナミン水。ああ。元気熱々ですよ。Ready, fight!では開けていきましょう。ポン！うわぁ！うわぁ！トイザラス感。非常にトイザラス感。もうチーク系玩具みたいな。ではまずライダーコア ID から。ペン！しまった。ちょうどこれ服が黒だから見えにくいか？ちょっとバンダイのロゴで。さあ、こちらナーゴのライダーコア ID。正面にはナーゴのライダーズクエスト。ちょっとパッと見分かりにくいんだけど、実は本体自体はクリアパーツ。光通さないと本当に真っ黒に見える。またまたライダーコア ID が増えたということで、タイクーンはいつ？うわ、よーく見てもやっぱりトイザラス感。トイザラス感が強いぞ、これ。本体の色は明るいブルーに濃いめのピンク。ピンクというかちょっとマゼンタっぽい感じ。これ単体で音声が鳴るということなので、ここがスピーカー。で、横には鍵盤が。で、この鍵盤も一個ずつボタンが押すことができて、この黒鍵もちゃんと押せる。ドレミですよ。ドレミファビートですよ。全然仮面ライダーブレイブが使ってても全く違和感がない感じ。このレコードみたいにちゃんとこの溝が入っていて、で、横にはピンクのこの針だね。ターンテーブルの部分はちゃんとこう回せることができます。で、これを回すとこの後ろのここの部分が動くと。絶縁シートがあるので、ふにゅっ！では単体音声聞いていきましょう。3種類の音が鳴るみたい。じゃあまずはこの鍵盤押してみようか。何このユーロビートみたいな感じ。あ、ごめん、ちょっと踊らせて。ごめん、ごめん、もうダメだ。踊んないとダメだ、これ。この円の面積を求めなさい。なんかあの、TK だね。もう、小室哲也なバリのやつだね。以上の3つ。このどの鍵盤を押しても3種類の音が鳴ります。で、このターンテーブルの方は？お！あ、スクラッチ音ってことか。お！あ！これを連チャンで、こうやって、やると思う。いい感じで、バリバリに DJ プレイヤーができると。で、一回鍵盤を押して、これで回すと、あ、止まんだ。音鳴ってる間にスクラッチはできなかったか。いや、俺この鍵盤よりもこのスクラッチが、ちょっとこれ気に入ったな、これ。
とりあえずこのナーゴのライダーコア ID を装填。オッケー、これでナーゴのエントリーレイズフォームに変身。ではビートフォームに変身。まずこの鍵盤のどれかを押して。で、この状態でデザイアドライバーにセット。あ、両方流れると。で、そしてディスクを回転。おお、最後かっこいいの今の。音声の方はご機嫌なサウンドとともにビート。で、さらにレディーファイトの後の音声めちゃくちゃかっこよかったね。で、お次は必殺技。鍵盤を押した後にディスクを回す。そしてビートレイズバックルにブースト。あれ、こっちなかなかのパリピ。変身音もそうだし、最後のペペペペーンもめちゃくちゃご機嫌だぜ。そしてマグナムシューター 40X に装填。ディスクを回転させて、そうか、これセットした状態でこれ鍵盤を押すと、でこれでトリガーを引くと、なるほど、これ BGM を流しながら攻撃ができるみたいな。はい、ということで今回はデラックスビートレイズバックルを紹介しました。結構このディスクの部分がめちゃくちゃ気に入ってる。で、さらにこのご機嫌なサウンド、普段陰キャであるこの私も非常にこのパリピな気分になれました。最後までご視聴ありがとうございました。以上一ノ瀬ハヤトでございました。また次の動画でお会いいたしましょう。